よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー持てますね。はい、今日は2019年12月7日です。はい、これ特に撮る内容はないんですけど、テスト動画ですね。今、いつもの低画質カメラで撮ってるんですけど、いつもね、低画質カメラをパソコンに映して、で、パソコンでね、AV や YouTube でいろいろ編集してるんですけど、もう極力ね、その編集作業をもう減らすつもりでいるんで、もう編集がどうしても必要な動画以外は。だからこれ、そのまま無編、本当に完全無編集で、やったらね、ちょっとどんな感じになるのかね、試そうと思って、この動画を無編集でアップしようと思って、テスト動画で、特に撮る内容はないですけど、撮ってます。はい、これは俺様のイヤホンですね。これ、ダイソーで買ったんですけど、すごい長いんですよ。で、100円だし、ちょうど耳の形とかも合うからいいんですけど、これ、長すぎるのがちょっと厄介ですね。ウィスパー色もしくはコマさん色です。短すぎるのもね、困るんですけど、ポケットとかにね、入れて、ね、音楽聴いたりとかするんで、短すぎても困るんですけど、長すぎてもね、こんなぐちゃぐちゃになって、毎回これほどくのね、代弁じゃなくて大変なんで嫌なんですよね。それは余談ですけど、でいつもね、AV や YouTube で音量とかを主に調整してますね。そのままだとちょっと聞き取りづらいんで、いつも 100? そのままだったら100なんですけど、そのままを100としたら160に音量をアップしてるんですよ。この低画質カメラの場合はね。そう。なんですけど、これでどれぐらいちょっと、音の聞き取りやすさとかも、どんな感じなのかなと思って試そうと思ってます。今ちょっと暖房つけてるからね、室内なんですけど、ガーガーうるさいんですよ、これ。ガーガーうるさいのはこれあれだし、暖房なんですよ、これ。暖房つけてるから、これ。暖房ね、これ、ジャイアントで、そう、暖房つけてるんで、ちょっとうるさいですけど、そういうのもね、含めて、どんな感じで、撮れてるのかな、そのまま完全に無編集だとどうなのかな。この低画質カメラで全くの無編集って基本的に出さないんで、いつもこの iPhone で撮った時はそのまま無編集でアップするんですけど、低画質カメラの場合ちょっとどうなのかなと思って、そのまま今余計なことぐだぐだ喋ってますけど、今2分過ぎましたね。で、今別の動画編集してたんで、これ VIUTV で、これジャイアンのです。はい、じゃあそのままアップします。はい、無編な、特に内容のないテスト動画でした。それではさようなら。ボーボー。